どうも、散財系 YouTuber の柳谷修衣です。今回はルックブックで1週間コーデをしてみたらほぼ白と黒の呪いでしたの回です。まずは私のスペックからお伝えしていきます。身長162センチ、体重は53キロ、はい、太りました。で、骨格診断はしたことがないのでちょっとよくわかんないので、その辺はご了承ください。ということでスタート。まずはこちらのアミスリタンクを着回していきたいと思います。すいません、ちょっとインナーを変えてまいります。ここでなんとあおちゃんが登場いたしました。かわいい、あ、かわいいでございます。はい、お世話係も戻ってまいりました。あら、あおちゃんです。どうも皆様、アメリカンショートヘアのあおちゃんと申します。最上級の癒しでございます。つかの間の癒しは終了いたしまして、コーデに参りたいと思います。で、こちらのスカートなんですが、とっても透けるので、私は中にこんな感じのペチコートを重ねて着用しております。でないとですね、透けすぎて公然わいせつ罪で捕まりますね。どうぞご注意くださいませ。はい、ということで一つ目のコーディネートはこんな感じです。アメスリタンク自体がカジュアルなアイテムなので、オールホワイトかつふんわりしたスカートを合わせても甘くなりすぎず大人っぽくまとまるかなと思います。はい、靴を脱ぎまして、はい、ゆっくりと近寄ってまいります。で、お靴はですね、申し訳ございません。去年購入したものでございます。そしてバッグも去年のものでございます。申し訳ございません。はい、すいません。はい、ということで続きましてはドットのスカートを使ったコーディネートをしていきたいと思います。2つ目のコーディネートはこんな感じです。甘くなりがちなドットスカートなんですが、まあ、こんな感じでね、ジャケットとかモノトーン調で合わせてあげると大人でも着やすくなるかなと思います。でもドットのスカートはすごい可愛いアイテムですので、1個あるだけでかなり使えるかなと思います。はい、近寄ります。あ、どうしたの。あ、スカートはこんな感じですよってことをお伝えしてるんですね。はい、うまくいかない。あ、近寄ってきた。はい、目がチカチカしますね。チカチカチカちゃんでございます。はい、でお靴はいつも登場するザラのものでございます。見えてますよ、大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫で、バッグもいつも登場するザラのものでございます。何ですか、あ、ジャケットの説明ですね。ジャケットはこちらも去年買ったものでございます。黒に見えますがダークネイビーといつもお伝えしております。ということで3つ目のコーディネートはデニム合わせでございます。なんか笑ってますけど、これはちょっと難しいんじゃないかな。多分履けないと思うよね。え、うん、履けないと思う。ちょっと失礼いたします。はい、戻ってまいりました。お帰りなさいませ。無事デニムが履けましたので、引き続きコーディネートを完成させていただきたいと思います。はい、噛みました。アメスリタンクの着回しコーデ3つ目はデニム合わせです。一番ベーシックな組み合わせではあるんですが、カジュアル感がどうしても強く出がちなので、きれいめなサンダルやバッグと合わせてあげるといいかなと思います。そしてデニムの色もブルーデニムではなくてグレートーン合わせてあげると、よりスタイリッシュで洗練された印象になるかなと思います。お靴は私がいい女になれるサンダルと呼んでるやつでございますね。バッグはこちらもお気に入りのポレーヌのものです。はい、このマスク生活のご時世にですね、サングラスをかける方というのはなかなか少ないと思うんですが、一応ねファッション的に入れときました。はい、じゃあ続きましてデニムの着回しでございますね。あ、なんかまたわー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 ちょっと後ろで騒いでるんですけど、これあーまた中のインナーをね、ほらこれ透けちゃうからちょっと待ってて、着替えてきます。はい、いってらっしゃい。はい、あ、すごい今瞬間移動してきました。ということで続きましてはこのデニムを着回したコーディネートでございます。で、普通の T シャツですとなんか普通ってなっちゃうんですけども、こちら透けておりますので、ちょっと普通とは違うよっていうのを演出できるコーディネートとなっております。はい、靴をね脱ぐのがね、これねめんどくさいんだよね、このストラップがね。はい、デニムに普通の T シャツ合わせは、まあちょっとね飽きちゃったなっていう方はね、こんな感じで透けてるトップスに変えていただくとおしゃれ度がアップするかなと思います。はい、でメガネはいつものやつですね。はい、近いですね。はい、レンズはございません。
続きまして、このスケトップスの着回しコーデです。あ、なんかまた騒いでますね。なんか騒いでる。いってらっしゃい。はい、お帰りなさい。はい、ということで4つ目のコーディネートはトレンドど真ん中、バミューダパンツを使ったオールブラックコーディネートでございます。シンプルな組み合わせではあるんですが、トップスに透け感があることでオールブラックでも重くなりすぎず、また私透けてるトップスとハーフパンツ履いてちょっとおしゃれ分かってますんでみたいな、そんなドヤ顔もできるかなと思います。ハーフパンツ短すぎる丈だとやはり取り入れにくいと思うので、まあ、このぐらいのね丈感が使いやすいかなと思います。お靴はヒールがあるものよりもペタンコのものの方がなんかおしゃれ感みたいなこなれ感が出ますのでおすすめです。続きましてはキャミソールとロングスカートのコーディネートです。悪くはないんだけど、なんだかパッとしないな。なんかいい方法はないかな。あ、そうだ、おしゃれなロングベスト。すいません、モノマネのクオリティにかなり問題があるんですけども、こんな感じでですね、ロングベストを合わせるだけでぐっとおしゃれ度が増しますし、モード感が出ることによって、このなんか女っぽさ、変な女っぽさみたいのはですね、こうちょっと経費削減していただけるのでいいかなと思います。はい、でスカートはですね、去年のアクテのものでございますね。これめっちゃ履いてますけど、すいません、最近のものではないんです。申し訳ございません。はい、で、あ、これベストの紹介ですかね。ベストは最近 H&M で、撮影の時にすごい寒くてとりあえずこれを買ってみました。はい、でバッグは先日買ったミラーオーエンのものでございますね。パカ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 。はい、縁も竹縄でございますが、次が最後のコーディネートとなっております。で最後はですね、 T シャツにワイドパンツのシンプルなスタイリングでございます。でまあね、これもね全然悪くないし、まあ可愛いんじゃないとは思うんですけども、なんか物足りなさそうですね。なんかいい方法ないかな。あ、そうだ、あれがあった、おしゃれロングベスト。はい、ということでラストはロングベストの着回しコーデでございます。でシンプルな T シャツとワイドパンツにもこうやってロングベストを合わせるだけで、私おしゃれ分かってますんでみたいなドヤ顔ができるようになりますので、ぜひ皆さんね、ロングベストをねなんか買っといていただければいいかなと思います。はい、雑に靴の紹介です。はい、でバッグはですね、こんな感じで綺麗めなものを合わせて、お靴と色を合わせてあげると統一感が出るかなと思います。ボトムは細身のものよりもワイドパンツの方がおしゃれに見えるのでおすすめです。ちなみにこちらのパンツは先日の動画でご紹介しております。斉藤さんだぞ、斉藤さんだぞ。はい、ありがとうございます。ネックレスは上はグレーのもので、下のこのイニシャルのやつはですね、なんか怪しげな中国韓国的なショップで購入いたしました。あ、なんか喋ってますね。はい、ご視聴ありがとうございました。あ、ありがとうございました。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。なんか全然くじゃってないけど、バイバーイ。